あったら教えて。あ、清潔感これ大事よね。大事ですね。これね、いつも常に言ってんのに、なんで清潔にしてない人って思うのね。男女問題研究家の山崎セミ子です。本日の恋愛大学のテーマは、やりたくないタイプの男をどう断るかと考える件についてお勉強していきたいと思います。黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、先生、今回の相談なんですけれども、マキさん27歳の方からです。職場の上司でやたらと2人で飲みに行こうと誘ってくる人がいるのですが、はい、明らかにその後ホテルに行きたい感じがあり、本当に嫌で困ってます。はい、上司なので無視とかはできないのですが、何かいい断り方はありますか、ということなんですけど。そうですね、これありますよね。はい、でもまあ、やりたくないタイプってどんなタイプ、はい、まず例えば黒姫ちゃんがこんなとこの人なんかちょっと一緒にご飯食べるのみやっていう、まあ、一つだけあったら教えて。あ、清潔感これ大事よね。大事ですね。これね、いつも常に言ってんのに、なんで清潔にしてない人って思うのね。ちらほら不思議ないの。なんでか言ったら、男女ともに清潔感ってめちゃくちゃ大事なんですよ。で、簡単に言いましょう。ポンポンポンと清潔感ってどういうふうにしたら清潔なのかっていうことで言ったら、まあ不潔な人って思い浮かべて、清潔感っていうからイメージ分かりにくいけど、不潔な人って考えたら分かるのね、これ。まず髪の毛が汚いみたいなことしてね。だと、老け落ちてる人、スーツ着てる人結構多いよね。嫌ですね、スーツ着てる人。目立つのあれね、スーツって、なんていうか、明るい色少ないから。あとね、匂い。わかります。電車乗ってた時に臭い人いない？めっちゃ嫌です、それ本当に。で、これ、臭っと思って立つ時あるもん、私も。と、臭い人。で、これは、口臭も含め、体臭も臭い人。あとね、指、爪。指と。いますね、汚い人。あと、お洋服リアルに普通に汚れてる服着てる人ね。わからないと思ってるかもしれないけど、ワイシャツなんか袖見えますよ、意外に。いや、本当にそうですよね。ここね、一応さっとクリアしてください、男性の方は。はい、で、やったりね、やりたくないなって、この人なんか好きじゃないなと思う女性が選んでしまう特徴っていうのがね、あとあるんですけど、はい、一番は不潔な人で、二番目言いますね、これは。はい、なんかこの人嫌だなって女の人が思って笑って、一緒にいてくれてるからいいとは限らないですね。はい、これ二回目は、知ったかぶりの人。ああ。いるよね。いますね。うんちく語ってね、語りすぎて何でも知っててっていう人。これね、どこで男性が気づいたらいいか。まずね、はい、女性が話しません。うんちく語ってるから、向こうが。そうです、ね、でも人間ってこれやっぱ大人のね、対応ね、笑いながら、あ、そうですか、そうですかで一応聞いてるの。でも女性が口数少なくなったら、あなたはうんちくを語ってます。そうですね、本来やっぱりおしゃべり好きな女性って多いので、その人を黙らせてしまう。そうだから女性が黙って話聞いていたらもうアウトですね、これ。はい、はい、これは面白くなかったっていうふうに解釈してもいいと思います。はい、だって知ったかぶりってね、何しても知ってるよっていう人、はい、でも知らないっていう方がいいと思う。そうですよね。なぜかって言ったらバレるから。例えばレストランに行っても知らない食材で初めての食材が出てきました、はい、たまにいいところに行ったら知らない食材で、私も初めて食べた食材とか、はい、こんなのあるのって言って、美味しいねって話するのに、はい、聞いたことあるでとかね、知らんやろみたいな思う時あるんですよ。そういうの引くよね。そうですね、素直じゃないなと思って、これアウトです。そして3つ目っていうのが、はい、否定発言。わかります、うん、それも否定発言多い人ね。もう何言っても、いやそれもなとか、違うね、ちょっと待ってとか、そういうこと言う人はもう絶対に話が進まないで、楽しくないから、こんな男とはやりたくないなって思ってしまう。やりたくないって女性が思うのは、女性はなんかこの人いいなと思って、そういうイチャイチャな関係に進みたいと思うので、女性に嫌われない、コツを今教えております。はい、そしてね、あと、見かけの話で4つ目言いますね。はい、個性的すぎる服。どうなんでしょう、なんかそのファッション仕事とか、なんかそういうモデルさんとかであれば、意外とって感じですよね。モデルさんでもないのに個性的な服は脱いでください。
いや本当にそういう人にね、あの女の人に話聞いたらね、もう私ね、もう全身ユニクロで着てほしいんですって言ってる。ということは全身ユニクロで着てほしいって何が皆さん言いたいか分かりますよね、これ、はい、普通でいいっていうことを言ってるんですよ。そうですね、うん、普通こそね一番ね、なんていうのか、モテるコツじゃないかな、そういうモデルさんであるとかデザイナーさんであるとか、はい、そうじゃない限り、一番、まあ、ユニクロで全部こうコーディネートして買ったら、絶対失敗はしないと思います。なるほど。でね、やっぱりそのなんていうのかな、個性のある服って言ってモデルさんが着るような服、まあ、たまに私もこの間、はい、アウトレットすき家が行ったら、はい、どう見てもモデルやなと思うような個性的な服着てたけど、めちゃくちゃかっこいい人おった。ああいう人は、ね、スペシャルなんで、はい、その他大勢のブルーに貼ってる人だったら、普通の格好をしてほしいと思います。 そうですね、それと普通の格好でなんかこう、まあ、気分が乗ってね、はい、こうコンパ行ったりとかするのに、なんか面白い T シャツとか着てる人、こないだ売っててさ、着てはってんけど、知ってる？焼肉定食とか書いてんねんか。なんかその外国人があれですよね、あえて着るような、なんか売っててん、このメラ焼肉定食って見ながら、ちょっと着てるお兄ちゃんもって、そういうおるよな、こういう人、ハラミとかね、じゃあって書いてリアルな肉だなと思って、本当にシャトーブリアンと書いてるのよ。あれってね、うん、なれるよね。ちょっと日本人ではやめてほしいって思います。外国人着てても可愛いけど、なんかね、グッと気持ち下がるよね。確かに男性として見るっていう気持ちがね、下がるの。これ女の人でもそうちゃうかな。面白い T シャツを着て、なんか狙われたくなかったら、女の人面白い T シャツ着てハラミとかね着てたらデートにそれを着ていくわ。いいよね、そんな着てたら多分萎えると思う。視覚って言って、その人間ってやっぱり見たものに関してイメージする力があるから、はい、だから例えば焼肉定食言ったら、もう焼肉定食のイメージついてしまって想像するの。だから狙われたくない時それやんね。だから誘われたけど断る方法で、まずそういう焼肉定食を着ていって3つ断る言葉を教えますね、これ、はい、無理です、はっきり言うと入ります、はい、あなたとお友達ですって、もう3つとりあえず、あ、無理です、お友達です、優しい言い方変えたら優しくなるからね、はい、帰ります、なんかさっきみたい無理ですっていうきつく言うんじゃなくて、この3つ覚えていただきたいと思います、はい、ということで本日の恋愛大学終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。